はい、毎日お腹が減っていてもう減量でもう食べることしか頭に ありません。教科書の回復具合についてはいかがですか。は腕に腕の尺骨の粉砕骨折になるんですけど、ま、腕に関してはもう全くもう2年と4ヶ月も経ってるんで、ここはもう全く問題なく試合に挑めると思います。すごい期間が空いてますけれども、こう久しぶりの試合に向けての練習っていうのは、まあ、厳しいさを感じたりでも楽しさを感じたりっていう感じなんでしょうか。いやもう今やっぱ環境が変わってJTT としてみんな一丸となって練習してるで、まあ、世界の、まあ、アメリカのトップコーチのビリーや、まあ、エリーたちの指導の下でやってるんで、もう想像以上にハードで、まあ、今まで経験したことないぐらいすごい厳しい練習をみんなでやってるんで、まあ、もう試合以上にこの練習がきついし苦しいし、でもそれ乗り越えたら絶対結果はついてくるっていう確信はあるんで、もう今必死でもとにかく頑張ってる、みんな頑張ってます。チョイス選手も JTT 所属。はい、なんかなぜかなんか違うみたいな話になってたんですけど、平瀬選手が驚いたかもしれない。JTT はい、JTT で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。長谷川選手の MMA 選手としての力をどのように見ています。まだそうですね、前回の浩二戦をまあ見た限りではまだまだ経験はと、まあ、まだ期間も短いですし、まあ、そこまで身についてないかなという意識がありますね。この試合の試合展開なんていうのはどういうふうに考えられてますか。まあ、自分がどういう戦い方をするかで結構変わるかなとは思うんですけど、まあ、やっぱり相手のまあ出方とかスピードは、まあ、スピードとかタイミングセンスは抜群にあると思うんで、まあ、そこをまあ見極めながら、まあ、やっぱ肌感覚というか、まあ、そこを見ながら、まあ、自分がどうその組みに行くのか打撃で行くのかをまあ見極めて戦っていきたいなと思ってますね。現時点で、まあ、もちろんその注意する部分というのはあるんでしょうけど、はい、ご自身の中でこう勝利のプランみたいなのはもういっぱい、もう作戦しっかり作って、まあ、あらゆる必要し展開になってもしっかりと仕留めれるようにっていう練習をもう日々やってるんで、はい、そこはもう心配ないですし、まあ、自分自身のこの、まあ、今まで自分はもうね打撃で戦うのみみたいな打ち合ってみたいなところだったと思うんですけれども、まあ、そうじゃない部分も出せるかもしれないかなというふうに思ってます。